ボールドウィン・ピアノ・カンパニーはアメリカ合衆国のピアノブランドである。かつては米国を拠点とする最大の鍵盤楽器製造業者であり、アメリカズ・フェイバリット・ピアノというスローガンで知られていた。2008年12月にほとんどの国内生産を停止し、中国へ生産を移した。ボールドウィンは現在、アメリカ最大の楽器製造業者、ギブソンギターコーポレーションの子会社である。ボールドウィン社の歴史は、ドワイト・ハミルトン・ボールドウィンが、オハイオ州シンシナティで、ピアノやオルガン、バイオリンを教え始めた1857年に遡る。1862年、ボールドウィンはデッカーブラザーズピアノの販売特約店をはじめ、1866年に販売員としてルシアン・ワルシンを雇った。ワルシンは販売特約店の共同経営者となり、会社は1873年に D.H. ボールドウィン&カンパニーと呼ばれるようになり、彼の指導の下で、ボールドウィンカンパニーは1890年代までにアメリカ合衆国中西部で最大のピアノ販売業者となった。1889年から1890年にボールドウィンは製造し得る限り最良のピアノを製造すると宣言し、続いてリードオルガンを製造する、ハミルトンオルガンとピアノを製造する、ボールドウィンピアノカンパニーの2つの会社を設立した。会社の初のピアノは1891年に販売が始まった。1895年には初のグランドピアノを発表した。1905年のボールドウィンの広告。1968年に製造されたボールドウィン・ハミルトン。ボールドウィンは1899年に死去し、彼の資産の大部分は伝道目的に資金を供給するために残された。ワルシンは最終的にボールドウィンの資産は購入し、会社の体制の小売りから製造への転換を続けた。会社は1900年にパリ万国博覧会に出品したモデル112でグランプリを受賞し、こういった賞を受賞した初のアメリカ製ピアノとなった。ボールドウィン製ピアノは、セントルイス万国博覧会と1914年英米博覧会でも最高賞を受賞した。1913年までに事業は活発となり、ボールドウィンは米国全土の小売店を持っていたのに加えて32カ国へと輸出した。ボールドウィンはその他多くの製造業者と同様に1920年代に自動ピアノの製造を始めた。ピアノ工場はオハイオ州シンシナティに建設された。このモデルは1920年代末までに不人気となり、世界大恐慌の始まりと相まって、これはボールドウィンへ災いを及ぼした。しかしながら、社長、ルシアン・ワルシンIIは、こういった状況のために大きな積立金を作っており、ボールドウィンは、市況の低迷を乗り切ることができた。第二次世界大戦中、米国戦時生産委員会は戦争遂行努力のために工場を使うことができるように、米国のすべての製造業の停止を命令した。ボールドウィンの工場は、エアロンカ PT-23 初等練習機や、カーチスライト C-76、キャラバン輸送機といった様々な航空機のための合板製部品の製造のために使われた。軍用機における木製部品の使用は、大成功とは決して考えることはできなかったが、合板製の航空機の翼を建造する上で学んだ教訓は、結局のところは、戦後のピアノモデルで使われた21層替えデザイピン、板の設計の開発に役立った。戦争が終わった後、ボールドウィンはピアノの販売を再開し、1953年までに戦前の2倍の生産数に達した。1946年、ボールドウィンは初めての電気ピアノを発売した。電気ピアノは大きな成功を収めたため、ボールドウィンはボールドウィンピアノ&オルガンカンパニーに改称した。1961年、ルシアン・ウルシン3世が社長となった。1963年までに、ボールドウィン社はシーベヒシュタインピアノフォルテファブリックを買収し、1986年まで所有した。1959年、ボールドウィンはアーカンソー州コンウェイに最初はアップライトピアノの製造のために新たなピアノ製造工場を建設した。この工場では1973年までに100万台のアップライトピアノが作られた。1961年にボールドウィンはミシシッピ州グリーンウッドに新しいピアノ工場を建設した。それ以降にアップライトピアノの生産はオハイオ州シンシナティからグリーンウッドへ移された。ボールドウィン社は次にポップミュージックの成長から利益を得ようと試みた。フェンダーミュージカルインストゥルメンツコーポレーションの買収が失敗に終わった後、ボールドウィンは1965年に38万米ドルでロンドンのバーンズを買収し、社のピアノ小売店を通じてギターの販売を始めた。この時期、ボールドウィンのエンジニアロバート C シラーがナイロン弦ギターのためのプリスマトーンピックアップを開発した。ギターの販売に不慣れであったボールドウィンの小売店は多くのギター購買者の興味を引くことに失敗し、売り上げは期待外れに終わった。1967年、ボールドウィンはグレッチギターも買収した。グレッチは自社の経験豊かなギター販売員と公認小売店の流通網を有していた。しかしながら、フェンダーとギブソンがギター市場の支配し続け、売り上げは期待された水準には届かなかった。グレッチギターの経営は1989年にグレッチ家に売り戻された。1970年代を通して、ボールドウィン社は金融サービスへ活動分野を広げるために大きな努力を始めた。モーリー・P・トンプソンの指揮の下で、ボールドウィンは数十の会社を買収し、1980年代初頭までに、マジック投資コーポレーションを含む200社を超える、貯蓄貸付機関、保険会社、投資会社を所有した。ボールドウィン社は、ユナイテッドコープとの合併後の1977年に社名を、ボールドウィン-ユナイテッドに変更した。1980年、ボールドウィン社は、アーカンソー州トルーマンに新たなピアノ製造工場を開業した。しかし、1982年までに、ピアノ事業は、ボールドウィンの36億米ドルの収益のわずか 3% になった。その一方で、ボールドウィン社は買収と、新たな施設の資金を調達するために、大きな債務を負っており、次第に貸付債務の支払いが困難になっていた。1983年、持ち株会社といくつかの子会社が総額90億米ドルを超える負債を抱えて破産へと追い込まれた。これは当時史上最大の倒産だった。しかし、ピアノ事業は倒産を免れた。1984年の倒産手続き中、ボールドウィンのピアノ事業はその経営管理者に売却された。新会社は1986年にボールドウィンピアノ&オルガンカンパニーとして公開され、本社はオハイオ州ラブランドに移された。しかし、人口構造の変化と外国との競争により、鍵盤楽器の販売は停滞した。ボールドウィン社は市場占有率を増やすためにウーリッツァーを買収したり、生産コストを下げるために製造を海外に移すことで対応した。1998年、ボールドウィン社は本社をラブランドから近隣のディアフィールドタウンシップへ移した。1990年代の真中ずっと、ボールドウィン社の運勢は好転し、1998年までにコンウェイ工場の270人の従業員は、毎年2200台のグランドピアノを作っていた。しかしながら2001年、ボールドウィンは再び困難に直面し、再度破産申請をした。ボールドウィン社はギブソンギターコーポレーションによって買われた。2005年にリストラを行う際に、ボールドウィン社はトルーマン工場の一部の従業員を解雇した。現在ギブソンギターコーポレーションの子会社であるボールドウィン社は、ボールドウィン、チッカリング、ウーリッツァー、ハミルトン、ハワードブランドの楽器を製造している。ボールドウィンは中国で2つのピアノ工場を購入し、ここでグランドピアノとアップライトピアノを製造している。過去の米国製アップライトを再現したモデルは中国の中山市にある工場で作られている。これらの復刻モデルには、ボールドウィン・ハミルトンスタジオモデル B243 及び B247 が含まれる。これらはこれまで作られた中で最も人気のある学校ピアノである。どん兵衛のより大規模な工場では現時点ではピアノは作られていない。ボールドウィンのグランドピアノは中国の柏各古都業によって作られている。すべての新品ピアノはウーリッツァーやハミルトン、チッカリングではなくボールドウィンブランドの下で販売されている。ボールドウィンは2008年12月にアーカンソー州トルーマン工場での新たなピアノの製造を止めた。特注グランドピアノの製造と注文された多数の芸術的なグランドピアノの仕上げのために少人数のスタッフが残っている。エヴァネッセンスのエイミー・リー。多くの名高い音楽家がボールドウィンピアノを使って作曲、演奏、録音を行ってきた。これらにはピアニストのバルター・ギーゼキング、クラウディオ・アラウ、ホルヘ・ボレット、アール・ワイルド、ホセイ・トゥルビ、作曲家のアーロン・コープランド、フィリップ・グラス、イーゴリ・ストラヴィンスキー、バルト・クベーラ、スティーブン・ソンドハイム、レナード・バーンスタイン、ルーカス・フォス、ジョン・ウィリアムズがいる。またポップミュージックのレイ・チャールズ、リベラーチェ、リチャード・カーペンター、マイケル・ファインスタイン、ビリー・ジョエル、キャット・スティーブンス、カーリー・サイモン、ジャズピアニストのデーブ・ブルーベック、ジョージ・シアリング、ディック・ハイマンによって、ボールドウィンピアノは使われてきた。エヴァネッセンスのリードボーカリスト、ピアニスト、キーボーディストであるエミー・リーも作曲、録音、ライブ演奏のほとんどにおいてこのブランドを使用している。ボールドウィンピアノはテレビ番組、レイトショー・ウィズ、デイビッド・レターマンにおいて、ポール・シェーファーによって毎晩演奏されていた。ボールドウィンはテレビドラマ、グリーの公式ピアノだった。マリアン・マクパートランドの長寿ラジオ番組、ピアノジャズは、ボールドウィンの提供だった。ボールドウィンは、アーティストと交響楽団の名簿ではスタインウェイに次いで、第2位である。ありがとうございます。